よいしょ。よいしょ。カメラ出し失礼。あちっか、ね、あちっか、ちっち。うん。努力してるんですよね。これ尻尾でね、一応やる気あるんですけど、多分ね、私がそろそろやなっていうの分かってね、この人おしっこしはるんで、多分もうしてるんですけど、ねえちゃんおしっこして。あちっこ、あちっこ、かちこいとこ見して。ん？もうええの？あちっこ、ちっち。まだ見ぬ世界に、ね、あずかりさんとこ行くから、ね、このまま引き続きバトンを渡して、心開いてくれたらいいんですけどね、早く。その人間との暮らしってどんなんかっていうのを分かってくれたらなって思います。控えめな部分が大きい、こうすごく用心深いです、人間に対して。カチッコっていうか、この施設だとね、クレートの中で奥の方にまだいてね、用心してる。で、絶えずね、横見えないようにしてるんですけど、絶えず横を見ますね。もう癖なんですね。周り大丈夫かっていう周りの変化をね、すごく気にします。ね、誰もいないんだけど、もうついついね、横とか見ますね。この警戒心はね、そらね、もう生まれ持った DNA ですから。ね、でも人間とな暮らしていく方がどんなに楽かな、自然っていいなっていう目線もあるやるけど、でも自然って厳しいですからね、ほんまにね。雨あり風あり雷もちろん、それどころかね、やっぱり天敵というか、いろんな動物にも出くわすし、それどころかご飯もね、まず自分で探さなあかんし、ご飯なんて落ちてないですからね。ご飯もそうだし、お水もそうだしね、汚いお水飲んで、もうほんとね、枯葉とか食べて、枝とか食べて、ね、病気になりますよね、怪我しますね。やっぱり寿命短いですしね、やっぱり昔の環境とはまた全然違うから、昔の野犬と今の野犬ってやっぱり全然違うと思いますね。だからもうこういう社会の変化、もうそれを考えると、やっぱり人間と共存していくっていう方が絶対この子たち、いいですね、幸せ。もう自分気張らなくていいですから、そのやっぱりこの子たちやっぱ気張ってるとしんどいんですよ。だからね、ほんとなんていうかな、親分というか、そのリーダーのね、いて、その安心安全な環境の中でね、のびのび犬らしく暮らせたらって、もうそれが一番ですよ。自然の中で暮らしていくなんて、そんなサバイバル本当に難しいですよ、この環境でね。え、本当野生の動物たちも本当次々絶滅していってるじゃないですか。
厳しいんですって。本当この子たちに理解を示す人間たちばっかりやったらいいですけど、やっぱり犬が怖かったりね、嫌いだったり、やっぱりそれでそれによってね、怖い思いをやっぱりしたりとか、人間ってなんて怖いんだっていうね、そうやって怯えながら生きていったり、だからもうこの子たち多分普通のその家庭犬っていうか愛玩犬とかの子たちよりもよっぽどその地震雷とかね、ああいう自然の怖さっていうのをめちゃくちゃ知ってるから、すごい怖がりますね。やっぱ本能的にね、危険っていうことに対してすごいすごい気を張るね。やっぱり生きていかなあかんからね、もうそういう DNA が刻まれてるんで。なんかなたけちゃん話長なったけど、本当いい預かりさんでな、心開けるようにほんま祈ってます。で早くね、たけちゃんも丸々さんちのたけちゃんにねなってほしいです。もうダン君とかね、ダン君この前決まりましたね。いやもうダン君はもう火のつけどころがない子です。もう本当に本当に私も本当もうパッと見た時からね思いました。もうこの子ミュウちゃんの相棒犬にしたいってね。そやけどダン君本当ね幸せになりました。他の猫ちゃんとかにもね優しい、さすがですね三重県の野犬たちな、賢いしな。ちょっとほんならさよなら、たけちゃん、たけちゃん、たけちゃんいっぱい動画撮ってんねんけど、いつも同じやからな、流れてまうねん。そやけどな、これ出さな、いい、すごい警戒心高いですよね。もうねな、一緒に歩くとこ見して、カメラがな、これな、でもカメラこれからほんま慣れなあかんわ。もっともっと私このままそんな無理やりねしなかったですけど、これからな、なんか物いっぱい置いてんねんけどな、はい、これのこの難関も通り越えます。ただ片手だから、はい、ごめんごめん、カメラは走らない、はいはい、これ首輪の毛気をつけてくださいね、あずかりさん。本当野犬たち、あ、うんち、あやだ、最高うんち踏んだやんか、いやだ、どうする、ふからしゃあないな、それ家にうんちの匂いがなった、自分のうんちよ、でもあれな、もう本能的にね身を守ろうとするんで、どこでねスポッと抜けてねなっちゃうか分かんない。もうそうなったらもう捕まんないですからね、もうほんとこの子たち。よし、はいはい、こんな行きましょう。はい、久々のお邪魔します、たけちゃんとりえこです。久しぶりなのは今日、たけちゃんつむぎさんのところに帰ります。もうたけちゃんはね、一応まあ、人を信用するっていうことも慣れたし、もうあとはここにいても平行線、施設っていうことですごい周りキョロキョロね、ずっと平行線、もうこっから先は預かりさん宅の普通のお家で暮らすっていう環境に慣れてもらって次のステップ進みます。な、首輪も変えました、固まるんですよ。な、中入ったらな、ペロペロないのきゃ。よし、行ってきます。あたでな。はい。ゆきちゃん。なあ、幸せになるために行くんやで。なあ、長い間な。
時や。だけどちっち。あ、違うか。いや、チェッコ。カチコ。天才やけん。聞こえない。うん。よいしょ。あ、来た。あ、来た。来た。いってらっしゃいよ、でもな、仲良しねんで、向こう行ってもな、目と目てもらうねんでな。どんなお家かな。な、やったよな。な、ほなもう心配することないわな。周り気にすることもなく穏やかに毎日笑って、いい里親さんに巡り会えますように。カメラな。な、ちょっと大好きやな。はいはい、本当綺麗な子。すっごい優しいですよ、たっちゃんね。ね、嫌な顔一つ見たことない。反発すごい強い子なんで、この子と横並びでな、導いてくれる家族がいいな。すごい疑い深いですよ、ほんと。だけどね、暴れるね、ほんと。小太郎と一緒、必死です。自分、危険、危険だって思って、本能はすぐ出る。その時に事故とかね、その首輪の毛はもちろん、事故がないように、守ってあげないといけないですね。あー、たけちゃん。あー、たけちゃん。あー、いい顔。でらっしゃい、たけちゃん。な、ええー、予感やねんで、これな。な、やっとやで。ここ家やったやろな。おシャンプー行ってもな、こっから入んの嫌やったもんな。ちょっとキョロちゃんやけどな、今日は。明日からタキちゃんやで。じゃあ帰ったらな。ちゃんとありへんだ。だけど尻尾が完全に入ってないのが、だからちょっと期待やな。うまいな。うん。お、なんだか、なんだかいい人たちの気がする。このおっさんちょっと早どいてくれへんかな。このおっさん、これが嫌なんやな。タキちゃん。タキちゃん。頑張ってな。美しい子、ほんま美しい子、美しい子、うちおらへんなるわ。やけんな。バイバイ、いってらっしゃい。